さあ山中選手、はい、どういうところをこの試合注目されますか。特に序盤の強い、井上君に対して、はい、河野さんがどういう対応をするのか、まず見ものですね。そうですね、はい、さあ圧倒して勝つと話したのは井上尚弥、画面右、たった一度のチャンスかもしれない、そこで大番狂わせを演じてやると話したのはチャレンジャー河野光平。さあ WBO スーパーフライ級タイトルマッチ、日本人対決の始まりです。運命のゴングが鳴りました。井上尚弥とそして河野光平、日本人同士による世界タイトルマッチです。さあ軽くジャブを出しながら、まず相手との距離感を測っていくのはチャンピオン、画面右の井上尚弥です。赤いライン、そしてシルバーのトランクス、井上尚弥、そして河野光平、緑のこのトランクスです。さあ右ボディ、さあ具志堅さん、はい、この試合まず井上サイドから見たポイント、どういうところになりますか。いやいや、もう立ち上がりがやっぱりいいしね、左やっぱりパンチが速いね、スピードがね、はい、はい、いい立ち上がりじゃないですかね。そうですね、はい、いい立ち上がりを見せています。そして長谷川穂積さん、はい、河野光平サイドからするとポイント、この試合どういうところになりますか。まあいかに中に入って打ち合えるかだと思うんですけど、はい、まあこのジャブをなかなかかいくぐって中に入るのは難しいですよ。井上のジャブですね。スピードもあるし、やっぱパンチ力もあるんで、はい、さあ右のアッパーも出してきました。一つこのアッパーというのが今回井上尚弥が河野対策として重点的にやってきた部分でもあります。さあそして山中選手、はい、世界戦のまず第一ラウンド、選手としてはどういうところをこれ、はい、ポイントにするものなんですか。井上君は、右を右を打った、なんと河野光平が出てきた、河野光平の右、お話ししてみました。山中さんいかがでしょうか。あの河野さんはいつもの、1ラウンド目よりもかなり動くという意識を、持ちながら戦っているような気がしますね。おそらく判定では自分は勝てないので倒さなくてはいけないと話しているのが河野光平、逆に相手に何もさせずに圧倒して勝つと話しているのがチャンピオン井上尚弥です。あっという間に2分経過、いや前に出ている河野、今の河野選手のラッシュもしっかりブロックしているので、まあ、さほどダメージっていうものはないと思いますね、はい、井上選手は。レース3ボディーから左、一瞬河野の体が下がりました。今のボディもいい角度で入ってるんで、効いてると思いますよ。そうですね。さあ河野コールと直也コール、有明コロシアム交錯します。さあ細かいパンチはチャンピオン井上尚弥、河野の右は空振り、じわじわと距離を詰めながら、さあ左のジャブ、なかなかここに飛び込ませない、そんな戦いを、まあ、河野選手としたらね、前出ないとなかなか厳しい戦いになるんで、はい、前に出たいんですけどね。距離感が一つ大事だと話していた井上尚弥、その距離感をこの第1ラウンドで掴んだか、さらに最後強烈なボディ、さらに左ジャブ、ここで第1ラウンド終了、日本人対決世界タイトルマッチが始まっています。第1ラウンドの立ち上がり、いや山中選手、はい、このまず河野のこのラッシュから始まりました。そうですね、河野さんが、まあ、勢いよく、出てきたということもあって、まあ、井上君は冷静に、見てましたけど、そうですね、終盤いい攻撃してましたね、はい、その後はただ井上がボディで一つ試合のペースを掴んだでしょうか。井上君の一発の迫力はすごいですね。そうですね、はい、WBO スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン井上尚弥、そしてチャレンジャー河野光平、23歳11戦11勝全勝の井上尚弥に河野光平、これがプロ43戦目になります。右のショートアッパー、さあ河野がボディ、井上尚弥を下がらせる、そして井上尚弥ノーブスロッタ、右だ河野の右、左を返した。具志堅さん、はい、これも両者早いラウンドで決めようというそんな意識も感じますよね。そうですね、河野選手も立ち上がり悪くないですね、もう本当に気持ちが強く出てますね。そうですね、はい、いや両者がパンチを打ち合います。
すごい戦いになりました日本人対決。さあ前に出る左のボディ井上尚弥。さあこのボディ井上選手のボディが少しずつ、少しずつ後半にかけて効いてくると思いますね今の感じだと、はい、あえて一発を狙わず相手にダメージを蓄積させてそこで勝つんだ、相手をギブアップさせたい、そんな戦い方をしたいと井上尚弥は話しています。ただその相手に対して山中選手、はい、河野選手はこれ引きませんよね。そうですね、引かないですけど近くになった分、ボディ顔面へのパンチが見えにくくなりますから、そうなんですね、注意するところもありますよね、はい、そのあたりの差どちらが大事な大事な自分の距離感、そのテリトリー争いをしっかりと制するか。さあ近づいていってのボディ、ボディばっかね、集中してたら上も今度狙われますからね。そうですね、今は上のパンチを顔面のパンチを井上尚弥が使ってきました。しかし今日は井上チャンピオンの左の使い方がうまいです。左のジャブですか、はい、はい、さあしかしボディから今度は左のフック、河野が返します。さらに右、しっかりブロックしてますからね井上選手、この辺りのディフェンス能力とにかく何もさせないんだ、そう話しているのが井上尚弥。右、とにかく今右のそのパンチが強くなった、そう話す河野航平。右の服、さらに右のボディも出しました。井上が詰めていきます。今度は左のボディを返して河野、両者の距離感一気に近づいてまたパンチが出ます。第2ラウンドは残り30秒、右の服井上尚弥。さあじわりじわりチャレンジャー河野を追い詰めていくか、右を返してくる、左のボディ、その鉄のない音が聞いた、これは聞いている、長谷川さん、はい、まず河野が序盤連打でペースをつかもうとした第2ラウンドでした。まあ、序盤は良かったんですけど、はい、後半にいいボディをもらっちゃったんで、ここからですね、はい、これが効きましたね。そうですね、さあどれぐらいのダメージなのか、この1分でどれぐらい回復できるかですね。そうですね、第3ラウンドが始まりました。 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ、井上尚弥4度目の防衛戦、相手は36歳河野航平。まあ、ボディは1分で回復はできるんですけど、はい、また浅くでももらっちゃうと同じぐらい効いてしまうので、そうなんですね、だからボディのダメージっていうのはなかなか引きずりますよ、はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、ボディかなり効いていると分析をしていますね、はい、ボディから、右のストレートあるいは左フック、この辺りにつなげていこうというそんな指示です。はい、立本慎吾アナウンサーラウンドリポートです。さあ今度はショートアッパー、左のフック、下だけじゃなくて上も飛んできますからね。そうですね、福永さん、これは36歳、福永さん、河野陣営ですけれども、はい、むしろ前に出るという指示が出てますね。前に出た方が井上はやりづらいという指示が出ています。接近戦へ行けというのはチャレンジャーサイド、田中大輝アナウンサーです。井上の距離を潰して戦わないと本当に厳しい戦いになりますよ、ね、はい、いや右のボディ、さらに右のフック、飛び込んでる右、河野。さあそしてこの戦いの中で山中選手、はい、河野選手は何をどうすればこの状況を跳ね返せるんでしょうか。効いたからといって下がればもう、はい、井上君の攻撃を食らってしまうので、もう必死にいってますから。そうですね、はい、今も2発ボディを出してきました河野航平です。ショートアッパー、この中間距離はね危ないな、右のボディ、いやー河野も出ます。河野選手も頑張るね。すごいですね、やっぱり前チャンピオンですからね、はい、WBA の、8月に防衛できずに WBA のタイトル、それをなくしました。ただそこから WBO、 すぐに世界チャンピオンを取り戻すそのチャンスを河野航平は得ています。左の深空振り、井
井上選手冷静ですよ。しっかりと相手の動きを見極めて距離も取ります。そして離れ際からこのボディの連打、飛び込んでいく方も左、これも井上尚弥がかわす。内訳もしっかりしてますしね、はい、井上チャンピオンも的確にパンチを当ててますね。そうですね、はい、やっぱり左が非常にいいですね、はい。まあ、攻め急がなくても当てれる自信も多少はあるんでしょうね。とにかく強くなった自分を見せたい、そんな思いで井上尚弥は今日の一戦に臨んでいます。さあ河野はしかし距離を詰めてきた。そして右のフックを出します。第3ラウンド終了。両者と意地と意地が真っ向勝負をしています。井上尚弥のこの連打、この3ラウンドで圧倒してみせました。さあ第4ラウンドへと入ります。井上尚弥にとって4度目の防衛戦、ただ今年2回戦った防衛戦のその内容には本人は全く納得していません。そろそろもっと強いインパクトをチャンピオンとして残したいんだ、そんな話を井上尚弥がしていました。ただただ井上は強かった、そう思わせたい、そう思って臨んでいる今回の防衛戦。いやーコールが出てきた。コールさんの気持ちも強いですね、おそらくこれは山中選手、はい、相当ダメージは河野選手あると思いますが、そうですね、はい、ラウンドも結構打たれましたけど、やっぱり前回、コンセプションに負けた、はい、序盤の出だしの失敗を悔やんでるっていうところもありますよね。そうですね、前回は序盤ちょっと試合見てすんなりと入ってしまった、そのあたりでリードを奪われてしまった河野光平。さあ右、いやいやいや、やっぱり左も行く。河野選手だからいい試合してますね、これは本当に世界戦のふさわしい試合ですよ。そうですね、はい、井上尚弥選手も河野選手の前回の敗戦はあれはもう戦い方の差だったと話します。ですから僕の中では WBA のチャンピオンというそんな思いで戦いますと、そんな話もしていました。いや、そして長谷川澄さん、はい、こう何か両者の思い、そして持ち味出てますよね。そうですね、河野選手はこういう接近戦で、はい、この戦い方をしないとでも後半も厳しくなっていくの で、ね、今の戦い方は非常にいいと思いますよ、はい、接近しています。距離を詰めて勇気を持って河野が前に出てきたいとボディ。さあこの距離、この接近戦、ただ接近戦になっても自分はちゃんと対応できるんだ、そう話していた井上尚弥。ショートアッパーを出していく河野光平。さあこの距離感、山中選手、はい、ちょっとこれは井上尚弥選手はどうなんでしょう、この距離というのは。まあ、冷静に見てるんで、はい、パンチをもろに食らってるわけではないんで、はい、はい、まあ、全部ブロックしてますよね、井上選手は。今も右のフック、それもしっかりガードしていました。ただ河野選手はこう、はい、まともに当たらなくてもどっかに当たってるということで勢いがついてくると思うので、なるほど、まあ、この戦い方でいいと思います、愚直なまでにパンチを重ね、そして思いを込めたそのパンチ、河野光平的確に強烈な一発一発を打ち込んでくる井上尚弥。23歳チャンピオン、36歳チャレンジャー。さあ距離を詰める、緑のトランス河野光平が距離を詰める、いなして左、井上尚弥は的確にここはさばいていきます。そして左のボディ、さらにいく、あちょっとこれは効いたか、これは効いたか、相手にダメージを蓄積させた。第4ラウンド井上尚弥が圧倒してみせました。第4ラウンドに最後井上のラッシュがありました。具志堅さん、はい、何かこうここ2試合は消化不良の戦いが多かった井上ですが、今日はもう違いますね。今日はね、気持ちがね、すごい気合入ってますね、はい、パンチを打つ時の思いっきり、もう倒そうっていう気持ちでパンチ打ってますね、はい。さあ中盤第5ラウンドへと始まりま、はい、入りました。 WBO スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドで行われます。中盤の5ラウンドへと入ってきています。11戦11勝 9KO というチャンピオン、シルバーのトランクス井上尚弥。さあ
河野光平、こちらはプロ43戦目、世界タイトルをかけた戦いはこれが10度目。今は右のフック井上尚弥、いや左のフックからボディ、さらにボディ、ショートアッパーは井上尚弥。このアッパーというのが一つ1ラウンド目からね、はい、いやちょこちょこ、こうあさりは浅いんですけど、いいアッパーが入っているので、河野選手としても下を向けないですよね、あのアッパーがあるので、はい、福永さん、はい、チャンピオンサイドですけれども、そのショートアッパーをうまく使っていけという指示はずっと出ていますね。あ、そうですか。で、そして相手に打たせて、はい、そしてカウンターを取っていけと、なるほど、そういう指示が出ています。はい、福永さん、コードサイドですけれども、そのアッパーに気をつけろと、そして左のジャブで作っていけと、はい、井上はその後右で合わせてこないから心配せずに左のジャブで作れと、そして距離を詰めるという指示でした。はい、両陣営のセコンドの話をお伝えしました。さあ、その中であのアッパーでまた入りづらくなりますからね。そうですね、ちょっと悩むところですよね。接近したい、いや接近して、そして右、そして左、河野のパンチが井上の顔を捉えました。いや、ただそれでも長谷川渥美さん、はい、河野行ってますよね。いや、河野選手としては今の攻撃、はい、でいいと思いますね。そうですね、あれを繰り返し繰り返し12ラウンドまで続けるということが大事だと思います。はい、あの井上選手も少し今のちょっと精神的にイラッとしたところがあったんだと思いますよ。何もさせずに打たせずに圧倒して勝つというのが井上尚弥の理想とするボクシング、その理想を出したい、そう話していた井上尚弥。ただこの5ラウンドは河野がパンチをしっかりと当ててくるようになってきました。もう一回ジャブから組み立て直しましたね、井上選手。あ、そうですね、はい、いや山中選手、はい、あの4ラウンドで井上が圧倒して、当然ダメージもあるはずなんですが、そうですね、河野選手、もう河野さんは井上君相手にこれしかないという、決意を決めた、腹をくくった戦い方してますね、はい、そうですね、いや覚悟を決めたその男の、そのこのボクシングスタイル、河野光平。しかし河野選手36歳、はい、36歳です。あ、これは元気ですよ、すごいファイトしてますよ。今回は下半身を鍛えたことで今まで以上のパンチが、破壊力のあるパンチが打てるようになったと河野話します。その河野、今は右が2発、さあボディの打ち合い、5ラウンド終了、河野光平の意地が井上尚弥を捉えています。すごい世界タイトルマッチになってきました。ただその中で山中選手、はい、アッパーから一つリズムを掴んだ井上尚弥というラウンドでしたが、それでも前に出てくる河野さんに対していろいろ考えながら戦ってるんで、はい、そういったところでも成長を感じるなと思いますけどね。そうですか、進化する23歳と、そして史上最強の体になった河野光平36歳、プロ12戦目とプロ43戦目の一戦です。今のラウンド、この河野選手が戦ってきた中で一番いいラウンドだったと思いますよ。福永さん、そのあたりですけれども、河野陣営ですけど、さすがに最高のラウンドという声が飛んでますね。あ、そうですか。今のラウンドを続けていこうという声が飛んでいました。はい、そしてまた前に出ます、河野が前に出てきた、聞いてますね。河野光平は立てるか、河野光平は立てるか、カウントが進む、立ち上がった、河野は立ち上がった、さあ井上尚弥、23歳、チャンピオン、河野選手の勝負ですね。ここは勝負ですよ、河野選手。河野は耐えられた、井上は消えるか、できた、魂の大一番、井上が4度目の防衛成功、河野光平を退けました。第6ラウンド、井上尚弥のその力が圧倒